はいどうもオパシです。今回はですね、雑談でアフレコなんですけれども、最近ねオパシがハマっているテレビ番組なのかな、番組がありまして、ちょっとそちらのね話をしていきたいと思います。これね、ちなみにお金とかは一切いただいてなくて、自分の立場上ですね、皆さんステマだと思う方多いと思うんですけど、全くステマではないです。でステマじゃない、まあ証拠になるか分かんないんですけど、証拠になるかどうか微妙な話もしますね。でまずね、その俺が最近ハマっている番組なんですけど、女の噂研究所っていう番組があるんですよ。で、女医の西川さんとかめぐみさん、重森さんが出てる番組なんですけど、それがね、もう恥ずかしくて見てらんなくなるの。すっげえ面白いんだけど、なんかね、その男と女の若い人を同じ部屋に入れるんだよ。で、そのなんか30分おきとかにキスさせるの、初対面で。でお互いその3時間とか密室、2時間ぐらいのかな、密室の中で1回も喋っちゃいけない状態で30分おきにキスさせるのよ。だからとんでもなく気まずいの、最初は。でもどんどんなんかね、1回目2回目3回目4回目ってキスすることに、キスがどんどんなんか割と自分の色が出てきてさ、舌突っ込む男とかもいるわけ。もう5回目とかだと、それがさ、もう見てて恥ずかしくなってくるし、クソ面白いんだよ。でそれ以外にもなんか、その女性の乳輪の平均サイズはとかさ、あと鼻がでかい男はチンコもでかいのかとか言って、鼻がでかい人となんか鼻がちっちゃい人集めてさ、チンコの平均の長さ測ったりとかする番組なわけ。なんかポコタテに似てるんだよ。まあこれ企業コラボじゃないよっていうか、サムネじゃねえ、なんだ、なんだっけ、ステマじゃないよっていう話なんだけど、基本的に自分そういう企業タイアップやってるからさ、タイアップだからね、ステマじゃないからね。ステマっていうのはステルスマーケティングって言って、企業からお金もらったり宣伝してくれって頼まれてるにもかかわらず、それを嘘ついてやる、嘘ついて隠して宣伝するのがステマです。いや僕最近ハマってる番組があるんですよ、それがこちらみたいな感じで思いっきり参考 URL とか買って、でもさも提供じゃないかのようにやるっていう。でもその提供か提供じゃないか 見破るののコツっていうのは、基本的に褒めるだけ褒めて、一切他の製品と比較とかしないんだよ、そういうのって。なんでかって言ったら、他社製品出すの NG だから、比較 NG なんですよ、基本的に。だから、ステマかステマじゃないかっていうのは、多分そこ見れば見分けられると思います。で、じゃあね、ステマじゃない証拠として、よその会社の番組と思いっきり比較するんだけど、ポコタテっていう番組あるじゃないですか。俺、あれも大好きなんですよ。なんか絶対行かせる男と絶対行かない男、どっちが勝つかみたいな、すごいそれで有名になった番組だと思うんですけど、その絶対行かせる男っていうのがもうめっちゃフェラの上手いゲイの方で、で行かない人っていうのがもうプロの AV 男優で、なんか治療で有名なわけではなくて、もう行くか行かないか全部コントロールできると。僕は6000人以上とセックスしたので、いつでも行けます、コントロールできますと。でその番組も結構えげつくなくてさ、デリヘル嬢を呼んで、もうなんかその AV 男優の人が本当にデリヘル嬢のプロのフェラで行かないのかみたいな感じで、デリヘル嬢の裸とか普通に映ってさ、ジュパ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 音入ってんの。え、これは完全地上波ではやれませんなっていう感じで、まあ、実際地上波ではない番組なんだけど、でなんかね、多分この女の噂研究所っていうのも、まあ、調べてはいないから地上波じゃないと思うんだよね。DTV っていうさ、月額500円ぐらいの、昔ドコモが今もドコモか、ドコモがやってる、なんか月額500円ぐらいの、なんか動画見放題、映画見放題とか番組見放題みたいな、そういうやつあるじゃん、Hulu みたいな。で、そういうやつで見れるんだけど、自分今ね、そこだけ今入ってて、すっげえ面白い、これ、女の噂研究所。で、何がいいかって言ったらね、1話が大体ね、6分から10分ぐらい、12分とかなんだよね。だからすごいね、時間も取られないし、なんか YouTube ですっげえ質の高い動画見てる感じ。なんか30分番組を連続で何本も見るのって俺正直嫌いなんですよ。映画とか2本連続で見れない人で体力ないんですよね。なんか4時間とか2時間とかぶっ通しで物見るの嫌いで、自分って。だから YouTube とかってすごいちょうどいいんですけど、時間的に。でね、これ面白いね。俺恥ずかしくなって俺動画止めちゃうもん、ちょくちょく。小学生かよって感じだけど、30歳の女性とかがさ、本気で、しかも AV でもさ、プロの女優でもない、ま、本当に素人かは分かんないよ、番組だからね。にしてもなんか見ててね、恥ずかしくなる。あれはすげえ面白い、これ。なんかロンハーとかで引っかかってる人を見るのもすげえ、なんか俺恥ずかしくなっちゃうんだよ、見てて。なんかかわいそうだなって思うし、自分は絶対出たくないなって思うし、俺もうそういうドッキリはマジで、見る分にはまだよくても、やられるのは大嫌いですけど、あね、すっげえおすすめ。
まあ、おそらく、まあ、おぱしの動画を好きな方には多分結構相性いいんじゃないかなというふうに思います。だからその男の陳情の話とかっていうのを、俺はそのなんかデータを出して、でそれでちょっとなんか雑学を取り込んで、なんかおぱし風に喋るみたいな感じのあれですけど、もうもろにデータをないところから、じゃあ僕たちが調べてみましたみたいな、例えば渋谷の女の子に経験人数聞いてみたとかさ、さすがにそんなんさ、俺が路上でやったら逮捕されちゃうし、まあ、そこまでめんどくさいことしたくないし、だからやっぱそういうのができるのはそのプロのテレビならではですよね。なんですごい面白いんで、皆さんもしお時間ありましたらぜひ見てみてくださいね。DTV 月額500円ぐらいっていう、 DTV の今度なんかさ、なんかなんだっけ、ステマみたいになりそうですけど、 DTV のステマではないですもうね、この立場、この YouTuber ってさ、何言ってもステマステマ言われるけどね、あのステマって意外と世の中にほとんどないです。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。